アート系トーク番組「アートスターファン」はい、じゃあアート系トーク番組今回も、始まりました。よろしくお願いします。今日は3人、目いっぱいワイド画面使って田中東一郎さんゲストに来ていただいてます。和音 NPO 代表の田中さんです。よろしくお願いします。で、一番奥なんですけど、おなじみ美術家の杉村淳氏です。はい。まあよろしくお願いします。もうレギュラーゲストになりますから。もうはい、そうですね。はい。今日はここの下に書いてある通りにアート NPO のこれからっていうのを話していきたいと思うんですけど、ちょっと時間差がね。はい、大きく出たんですけど、はい、毎回毎回大きく出たんですけど、田中さんがアート NPO をずっと活動されてて、和音2007年からやってますね。2007年からやってますね。NPO 和音プロジェクトっていう名前でアートの NPO の活動をずっとされてるんですけど、で今回田中さんがアサヒアートフェスティバルの選考委員をされたということで、まあそれをもとにアート NPO のこれからについてちょっと喋っていきたいと思うんですけど、どんな感じでしょうか。あ、そうですね、初めましてというか久しぶりになるという話もあるんですけど、ちょっと僕その間に音のチェックするんですけど、和音プロジェクトの田中といいます。まあ、大阪を中心に、もう数年間活動しているアート団体で、主に若手表現者に場所と機会を提供するということで、いろいろとさせてもらってます。で、今回アサヒアートフェスティバルということで、ちょっと東京の方に選考委員に行ってまして、土産話も喋ってくれみたいな話でちょっと呼ばれたのかなと思って喋っています。で、アサヒアートフェスティバルなんですけども、ご存知の方も多いのかなと思ったりするんですけども、アサヒビールですね、アサヒビールさんの財団がやっているものになってまして、僕自身がアート NPO として地域でいろいろ活動している NPO の方とお会いする中で、なんとなくやっぱり地域だけだと孤独があったりとか、ネットワークがないとかいろいろになるときに、なんとなく登竜門的に全国のアート団体とネットワーク作るためのものとして割と皆さん使われてるのかなと思ったりします。で、僕自身も2つあるんですけどね、1つは単純に助成金とかこういうプログラムっていうのはすごく書くのが難しいんですけど、朝日さんの場合は割と1枚だけというとてもこのぐらい書けないとちょっとまずいんじゃないぐらいの形なので手軽に書けるっていうところがまず書く方のおすすめポイントですね。なるほどね。それともう一つは採択されるとここにも書いてるんですけども、単なる助成プログラムじゃなくて各地のアートプロジェクトと積極的に交流を持って、ネットワークを共に作っていこうという形になってまして、具体的にこのプログラムに選ばれると今回 ABC と3つあるんですけど、そのプログラムに関係なく、簡単に言うと東京でアサヒビールのビルがあるんですけど、そこで最低3回はいろんな、アート団体の人と交流をする機会を作っていただけるっていうのが、やっぱり駆け出しというか、なかなかそういったものがまだない団体とか、やっぱり全国各地にそういう仲間を見つけたいっていう人にはすごくいい企画じゃないかなと思って、僕自身もすごい好きな。杉村さん、今回どんな感じで参加されたというか、いつも来ていただいてるんで僕は助かってるんですけど、今回そうですね、ちょっと話もらったのは結構最近というか直前な感じだったので、ちょっとどうかなとは思って、どうかなというか、あんまりそこまで深く考えてはいなかったんですけど、でもやっぱり文化行政というかね、NPO も含めての美術の動きっていうのは前々からやっぱり気になってはいたし、で多分この後話にも出るとは思うんですけれども、和音の NPO を運営しているということもその一つですし、で4117ですねっていう大阪市ですねがやっているそういう文化行政に対する支援というかね、なんかそういうこともやってたので、であとはNPO 自体にも僕もちょっとボランティアとして今はそこまで大きな活動してないんですけど、アポリア、大阪発アポリアですかね、まあ、ちょっとだけ僕もボランティアというか少し関わってたこともあったので、そういうなんていうか文化を支援というか、なんかそういうことに対する興味っていうのはやっぱりあったので、はい、で、まあ、僕もそこまで深くは知らないので、はい、まあ、今日はその、長年というか、ちょっと携わってきてらっしゃる畑中さんに、はい、だからそこら辺の深い話を、はい、ね、またこれからどうその、まあ、NPO も含めての、はい、どういう動きというか、ね、どういうふうにしていきたいというか、はい、かなというふうなもちょっと期待を、はい、あれで、またもう一つ僕大阪市民でもあるので、はい、まあ、その大阪の中での、はい、中で、まあ、別に限定する必要はないと思いますけれども、はい、まあ、その、まあ、いろいろとね動きがある中で、はい、まあ、どういうなんていうの、文化の在り方というか、まあ、芸術の在り方というか、はい、あるのかなというふうな、まあ、感じの、はい、気持ちで。あ、わかりました。はい、ありがとうございます。ちょっと今私音声チェックしながらなのですごい挙動が無心だったんですけど、ありがとうございます。じゃあちょっと私の方が田中統一郎さんがどんな活動をされてきたのかっていう、本当触りなんですけど、たくさんのことをされているので、たださちょっと5分ぐらいで簡単に紹介していきたいと思います。じゃあバックミュージックちょっとここからなくなるんですけど、まず田中統一郎さん。あれ？待ってくださいよ。おっと、ここでトラブルが、ちょっと画像が全体が出てないですね。もう一回見てみますね。おお、こういうのがあるんですよね。ちょっと待ってくださいね、どうしたもんかな、これもか、まあどうですかね、補足できるところがある。ちょっとじゃあ喋ってもらって、はい、すいません。そうですね。まあそうで、まあじゃあ2人で喋る。まあ僕と途中じゃないですけど、NPO 自体はそうですね、さっきのアーツアポレの話もすごい懐かしいなと思って、赤レンガのですよね。なんか懐かしいなって。今はちょっと代表の方が変わりまして、あとちょうどそのさっき陽一ちゃんの話が出たんですけど、むしろその立ち上げの時の中西さんとかあたりは今陽一ちゃんの方でかかってますね。で、今代替わりして。なんか僕の聞いてる話ではまた新しく動き出そうとしてるとは聞いてるんですけど、はい、やっぱりいろんな意味で、NPO として長かったなというイメージがありますね。でやっぱり NPO っていうのが大体3年ぐらいが法人とかだと一つの、まあ、何でもそうだと思うんですけど、賞味期限に向かってやっぱりその10年以上続いてる NPO ってなかなかまあ実質ないのかなっていう気はしてるんで、まあ、僕なんかはまだ言うても6、7年ぐらいなんで。でも長いですね。まあ結構割とね、実は長かったりするんですけど、むしろそうですね、関西で行くと、まあ、大阪でいうとフェスティバルゲートとかで、はい、昔アット NPO がいっぱい集まった時期にいろいろな方に教えてもらって、うん、でまあその時のこう、まあ、知り合った方とかに学ばしないと今があるのかなと。もともとその田中さんがその下級生たちをどうでしたかね、その NPO というかその事業に対する興味を持ったきっかけっていうのは何がきっかけ？もともと僕自身が地域活性化っていうのを大学で、まあ、やってまして、ね、地域経済とか勉強してまして、その形でもともとよく言うんですけど、アートから入ったっていうより、むしろ地域経済を良くしたいっていうところからスタートしてるところがありますね。でその中で僕自身はビジネスの分野でもやってるんですけども、なんかなんだろう、いわゆるまあ事業モデルがどうのこうのじゃなくて、プラスアルファの付加価値をつけれるものとして、アートってのはすごく面白いんじゃないかなと思って行き着いていくと、やっぱり単なるライブハウスでイベントやってる方とかよりも、何か問題に対して、まあ、ミッションを抱えて、表現の力でやっていこうってアート NPO の方の方がなんとなくこうシンパシーを感じるというか、まあ、そういうのがあって、お世話になってきたのかなと思いますね。すみません、お待たせしました。治りました。もう今盛り上がってきてるのに。もういいよ。皆さんごめんなさい。じゃあ行きたいと思います。これで音がマックスになると今の出るんですよね。もうちょっと下げようかな。わかんない。やばいです。田中統一郎さん、NPO 和音プロジェクト代表の田中統一郎さんです。ここからちょっと5分だけ私簡単に紹介していきたいと思います。まず今年ですね、今年の1月21、22に伝承バット2フォーラムっていうのをやられてて、若者に、表現者の機会と場所を与えるっていうのをされてたんですよね。でその時のフォーラムの、資料がこちらになります。でこんな感じでたくさんの方が来られてて、今後のフォーラムの特徴は3つのブースを設けてて、このメインブースとか、あとメインブースとあと隣のブースでもいろいろやられてたんですよね。だからたくさんの方のアーティストとかが、こういう感じで、ゲストで呼ばれたりとか、別府温泉の、アートプロジェクトを立ち上げてた山出さんとか、はいはい、あと元ダムタイプの小山田さんとか花村近弘さんですか、はい、あと新聞女さんとか、あと三村さんとあと樋口さんとかね、はい、メインゲストで、トークしてもらったりとか、あとは田中さんがここですね、古語の。そうですね、今回6組でしたかね、はい、1年間通じていろいろな大体3年以内ぐらいのプロジェクトだったりスペースだったり、はい、表現活動されてる方を中心に先行してきたっていうところですね。それを集めた A ブース B ブース C ブースって3つのプレゼン場所を作って、たくさんの方を2日間で紹介されたのは非常にユニークで見応えのあるフォーラムだったと思うんですよね。で、次こういう感じですね。仕切ってたりとか。で面白かったのがこういうこたつを出してブースで、トーク何か議題を決めてね、こたつトークとかされてるのとかもすごいユニークで面白かったですね。で、こういう感じで、このフォーラムを迎える前に半年ぐらい前から「場所人こと」っていう風なテーマを設けて、こちらもトークショーであったりとか表現者の方を紹介するっていうような活動もやられて、フォーラムだけを単発でやったのではなくて、ずっと1年かけてリサーチをし、それを定期的に紹介して最後フォーラムに持っていたというのも非常にいい活動だなと思ってました。でそれ以外なの田中さん、こういう何て言ったらいいんですかね、とあるという、そうですね、インタビューフリーペーパーを今はい、学生さんとやってまして、はい、これはどうでしょうか、アートっていうのかちょっとわからないんですけども、はい、やっぱり学生と喋った時に結局なんだろう、大企業とかね、はい、なんか公務員とかそういった人以外、そういった言うたら基準以外に、はい、どういう働き方があるかわからないっていう話がありまして、はいはい、だったらそれを紹介すると、別にいろんなことして楽しく生きてるやつが僕の周りにはたくさんいるので、いいですね、それを紹介する代わりに、はい、それと名刺交換だけになるので、はい、アウトプットとしてちゃんと原稿に落としてっていう、成果物を出してっていうのがとあるのコンセプトになってますね。でこちらの方は京都で今取材が進んでおります。あ、今やられてるんですね。まだね2回ぐらいしか出せないというスペースでやってますけどね。こういう感じのとあるという雑誌、フリーペーパー誌ですね。とある人たちを紹介していくっていうとあるというふうに言ってますね。そういう意味のとある。結構充実した紙面がこういう感じであります。はい。でポンとでいよいよ。今日のメインテーマになるアサヒアートフェスティバル、ちょっとさっき画像が出なかったりとか、僕の振りの悪さで最初にちょっと喋っていただいたんですけど、ここからが今日の本題に入っていきたいと思うんですけど、まずアサヒアートフェスティバルの説明、先ほど簡単にしてもらったんですけど、アサヒアートフェスティバルについて再びというか、僕が何者やというところもあるんですけど、説明させてもらおうと思ってます。これは1月末まで募集が行われていまして、ちょうど今まだウェブの方にアップされてないんですけど、各自にはもう結果が出てるんですが、最近まで選考が行われていた助成金のプログラムになっています。で先ほども申し上げたように助成金とした時に一応今回から初めてなんで、これちょっと僕も初めての説明になるんですけども、はい、一応 ABC と3つに分けて今回応募がありまして、ここでちょっと映してもらったら映りますよ。あ、そうですか、はい、映しても問題なければ。全然問題ないと思いますけども、A っていうのが、ホームページで見てもらっても書いてることですけども、A っていうのがすでにやっているプロジェクトで、はい、さらに内容を良くするために、助成してほしいっていう主としてブラッシュアップを目的とするものですね。継続されているプロジェクトのブラッシュアップを支援するという形の応募の方法。それと B っていうのが、主としてインキュベーション、新しく始めるプロジェクトとか、立ち上げる予定のプロジェクトを支援しますっていう形の、B っていう、応募枠。それと C っていうのが、これがちょっとアサヒらしいのかなと思ったりするんですけど、お金自体は出さないんですけど、主としてネットワーク形成を目的とするもの。具体的に先ほどもちょっと申し上げたんですけど、アサヒの面白いところっていうのは単にお金を出して助成しますよっていうことではなくて、それをここに関わることで、このアサヒアートフェスティバルのグループみたいなものがもうすでにもう10年ぐらい動いてましてね、はい、ここに入る権利を手にするような感じなんですよ。権利って言い方するとなんか特権みたいな感じなんですけども、そういう形になりまして、この中で割と全国各地、北海道から沖縄までのアート団体の人たちと情報交換したりとか、単にメーリングリストでやるだけじゃなくて、はい、採択してもらったら最低3回、具体的にはここにも書いてあるんですけど、4月14日15日6月の16日11月の17日18日とそれぞれアサヒビールの本社があるアサヒアートスクエアに呼んでもらって、これに対して交通費とか宿泊費出してもらって実際に発表する機会を得れたりとか選ばれたプロジェクトについていわゆる報告会みたいなしたりとかっていうのがあって、はいはい、かなり僕自身がやっぱりアート団体とかやってるとたまに孤独になるわけですよ。なんかこんなに頑張ってるのにとかやっぱ内向きになりがちなところがあって、やっぱりこういうものにアサヒアートフェスティバル自体はお祭りといいますか、ある一定期間のお祭り的なイベントなんですけど、それだけにとどまらず、年間を通じていろんな方と知り合いで、アイデアをもらえるのは非常に面白い企画だなと思っています。あれですよね、文化活動、アサヒアートフェスティバルっていう文化活動のコミュニティに参加できるし、参加する際の交通費だったりとか、援助がもらえるから、非常に前向きというか気持ちよくアートの文化活動に参加できて、同じような志を持った仲間たちも作りやすいっていうような感じの話ですよね。今のね。そうですね。はい。交流という意味で、ちょっとそれはユースかななんかで見たんですけれども、なんか一箇所に集まって報告会というかそうしますよね。11月ですね。報告会なんで。報告会っていうの。報告会ね。ごめんなさい。報告会って聞こえる。報告会。そこでもやっぱりその交流という意味。あれもまたあるのかなというふうに思うんですけど、それはもう授業が終わった後の授業が始まる前のそれは報告会ではないの。アサヒアートフェスティバルはその期間自体は一応決まってまして、6月16日からこの10月14日の間にやらないといけないんですね。でそれが終わった後で普通だったらこれで終わる話も多いんですけど、それをみんなの前で報告できるっていうのは確かにすごいですね。またちょっと他のね、ただ助成しますよっていうだけではなくて、一つに集めて意見交換をするような場を設けるっていうのはまたちょっとね、また違うのかな、他の分とまた違うのかなというふうに。だから自主的な形でその全国で動いているアート NPO が実際こういう機会を持つことでインキュベーションされていくっていうのは、僕も数年見てて10年ぐらいやってるんですけど、数年見ててもなんかプロジェクトだんだん大きくなってきたなとか、なんかうまくいってきたんだなってことを見てきたのはありますね。一回こっきりではなくてそうですね、長年にわたって情勢というかそういう目線な。そうですね。基本は単年度なんですけど、やっぱりつながってるのがあるので、なんか仲間としてなんかできるっていう感じはありましたね。どれぐらい集まるんですか。集まるというか受けれるって言ったらいいかな。集まるというか。そうですね。今回に関して一応ここに書いてる通りの話なんですけど、A 枠がブラッシュアップが10プロジェクトで、B のインキュベーションが10プロジェクト。それと主としてネットワーク形成っていうのが30チームなので、合計足すと50採択される。そうですね。大体50ぐらいになりますね。はい。ですね。あとでもあんまり詳しく言っていいかな。何ですか。そう地域としてというか、なんかやっぱり傾向があるのかな。地域というか。それをここにも書いてないし、実際に条件というわけじゃないんですけど、やっぱりその全国的なネットワークを作ろうっていう意味で、やっぱり全国になんとなく全国的なプロジェクトが集まるよね。つまり一箇所に偏る。例えば北海道だけを全部集めるとかじゃなくて、やっぱり地域の、分散という意識はあると思いますね。じゃあちょっとここでアサヒアートフェスティバルのインターネットから引いた説明ですね。簡単に読んでおきます。アサヒビールと全国のアート NPO や市民グループが共同して2002年にスタートさせたアサヒアートフェスティバル、略して AAF、 市民の主体的な参加によるアートフェスティバルの趣旨のもと、アートを社会に開き、アートを通じて地域の復興を願う人々が集い、ジャンルを超えた多彩な企画を展開していますというのが、説明なんですよね。で、今回アサヒアートフェスティバルっていう、選考委員会に田中さんが、加わって選考されたっていうことで、今日こういうような話をしていただいてるんですけど、でちなみに場所があれごめんなさいね。場所がちょっと待ってください。なんか今日はプレゼンテーターがはい。ちなみに補足すると、僕一人で決めたわけではもちろんなくて、選考委員が一応、立候補で、任命されるというか、みんなで決めるみたいな本当に民主的な形があるんですけども、その中で秋葉原ネットワークの冠さんっていう方と、あと沖縄でのスタジオ開放区の林くん、それと大阪から僕、ワンプロジェクトの僕という形が3名、それとあと、京都精華大学の山田宗平さん、仙台のメディアテイクの甲斐さん、それとアサヒビールの加藤谷夫さん、根本さんという形でやってきましたので、割と足してみると、そうですね、ごめんなさい、7名ですね、7名という形でやってきたのかなと思って、割とその選考委員自体も、東京、メディアテイクだったら仙台、東京、大阪、山田さん京都で、沖縄って割と分散したメンバーだったのかなと思いますね。あ、そうなってるんですね。そうですね。その選考委員の決定っていうのはどういう仕組みなんですか。基本的にはね、もうある面では誰でもなれるんですよ。だからその AF のネットワーク、具体的にはメーリングリストなんですけど、その中でしませんかっていうような応募期間があって。その中で厳正なる抽選で朝日がですよね。いやでもないんです。要は AF のグループで決めていくって形があって、非常にそういうなんか選考委員企業色は強くないですね。例えば朝日さんだからといって朝日の方が全部決めるではないですね。それはすごい素晴らしいと思いますし、趣旨通りじゃないかなと思いますね。主体的な市民活動を応援するということで、あともう一つね、さっきの言葉にあって復興という言葉があったと思うんですけれども、復興っていったらやっぱり311の大震災は思うので、今回そういう例えば地域ということを言ってたので、ああいう大きな地震があって被害もあったということで、今回その応募の中で震災関係のなんかそういう女性というかなんかAF としてそれを設けては全くないんですけども、僕が聞いた話ではもともと地域によって偏りが応募数に偏りがあるんですけど、東北あたりからのその応募が増えてるとは聞いたことありますね。聞いてますね。だから僕自身も今回大体応募が3桁ぐらいあるんですけど、その中で東北関係のプロジェクトの話目を通させてもらったのがありますね。だから多くなってるんじゃないかなと思うんですけど、別に朝日として2010人がそれを特にクローズアップしたことは全くないと思います。関係なくて写真の方用意できたので、そんなアサヒアートフェスティバルさんが行われたるとか選考委員が行われた場所がこちらの写真なんですね。ここです。はい。あ、そうですね。結構ご存知の方おられるかわかんないですけど、浅草ですね。浅草にあるビールジョッキをねモチーフにした本社ビル。これ会議室ですね。はい。ちょっと行ってもいいかな。一般のとこですね。でこれちょっと横から見てて、もう一個行ったらいけるのか。これですね。これでわかりますね。ここで見た時の真ん中のビールジョッキを意識したところが本社ビルになってて。なるほどね。アサヒビールの。ここの言うてしまえば中段のぐらいのところでさっきの会議室があって、そこで2日間にかけて、それは朝日アートスクエアなんであくまでこっちですね。あ、こっちですか。これがとこです。こっちです。真ん中のとこです。真ん中のところで2日間かけてなんですけど、個人的にアサヒビールの本社にフラッと行くことはないと思うので。非常にテンション上がりましたね。なんかねっていうのはありましたし、あ、なんか自分がこう小市民やなと思いました。いや、だってこうほら社員の方とかがやっぱりこうなんだろう、まあ外人の方と来られてね、こうお手洗いとか行くと。まあ、英語でこうなんかこうずっとコミュニケーションやってるんですよ。そうそんな、あ、なんかやっぱりさすがアサヒビールだなとか思ったりとか、まあ、そういうところ調子みんなとか。なんか蛇口からビールです。いや、それは出ないんですけど、でもなんかこれ普通かもしれないんですけど、都市伝説みたいな自販機あるじゃないですか。知らないよね。これがまあ言うたらただというか、いくらでもっていうの。それはなんとなくわーい。いや、でもビールじゃない、ビールじゃない、お茶とかね、アサヒのね。だからビールじゃない、一応なんかなんかアサヒビールのなんか上にアサヒクラブっていうのがあって、その社員食堂とかでなんかこう8時ぐらいまでなんかそのビール飲んだりとかできるらしいんですけど、聞いた話ではやっぱり社内に飲んでもらっても言うとしまえば仕事つながらないじゃないですか。だからなるべく近くで飲めと、出ていけというような、まあそれもまあそうかなと思ったりするんですけど、なんかやっぱりそういうビール会社としての気の配りはあったのかなと思ったりしてて。でまあ、その右側にあるやつが一応こう、ね、何やねんって話で僕もずっと思って初めて知ったんですけど、これ情熱の炎を表していて、もともとはこうまっすぐ立つ予定だったんですよ。そしたら、あ、炎だなと思ったりすると思うんですけど、まあ、それがいろんな許可が出ずに横倒しになってしまって、個人的にはなんだろうと思われてるんじゃないかな。違うものに。そうですね。まあいろいろ僕思ったんですけど、なんか小学生が好きな、まあいろいろ男の子が好きそうな。いや、もう情熱の炎にして僕はすごく感動してますね。はい。まあスカイツリーもねできた。あ、これね、隣にスカイツリーがちょうど写ってていい写真ですよ。もうできたんでね、なんかちょっと楽しみだなと思ったりしてて、はい。まあそんなところで、すみません、なんかどこで先行してきたんっていうのはちょっとこうね、なんかお土産話にしてるようなところあるんですけど、喋ってま、先行しましたよって話ですね。わかりました。写真はまあそんなところで、はい。はいはいはい。で、はい、どんな話そうです。今回またそういうわけで、アサヒアートフェスティバルに僕は何度も言いますけど、特に何の権限はあるわけじゃないんですけど、まあやっぱり選考委員として関わるってことがまあ普通はあまりないのかなと思って、そういった意味でもなんか僕自身が応募する側だったので、なんか非常に感じるところがあったなっていうのでちょっとこう判断させてもらおうかなと思ったんですけど。そうですね、今日はアート NPO の話につなげないといけないので、先ほど申し上げたみたいに結構アート NPO とかもしくはそのアート NPO に法人格取らなくても任意団体としてこう、アートで地域を盛り上げようっていうのはもうすごくたくさんあると思うんですけど、はい、まあそういった人たちにとって、まあ、ぜひなんかアサヒアートフェスティバルの選考に参加してっていうなんか態度がついたような気がするので、思ったことを言うと、やっぱりそうですね、僕もこれの選考しか関わったことがないので他のことは全然知らないんですけど、アサヒさんに関していくとここにまあ何でしょうね、対象となる企画っていうので、地域資源の魅力を再発見し、その魅力を引き出すために新たな価値を創造し寄付するものって書いてあるんですけど、やっぱりアサヒアートフェスティバルに関していくと、またウェブサイトに3月の中旬ぐらいに結果が出るんですけど、やっぱりその通りだなっていうのが選ばれたなと思ってます。具体的には例えばものすごい有名なミュージシャンを呼んできて、ライブハウスを借りてなんか1万人ぐらい来ましたっていう企画は、企画としてみたらすごく盛り上がると思うんですけど、アサヒでは違うわけですね。それは別に地域じゃなくとも、例えばそれが大阪で開催だったとしても、いや別に東京であったらいいし、日本でやらなくていいよねぐらいの話があるから、やっぱりその地域でやってる意味みたいなものっていうのを盛り込んでる企画っていうのはやっぱり強いなというのはありましたね。なるほど。あとね、その企画の話で、はい、まあそのアサヒだけに限らないとは思うんですけど、その企画書の書き方というか、長年その田中さんが書いたり、審査したり、今回が審査の方かな、その中でやっぱりこういう企画の仕方、一つ展覧会するにしてもやっぱり企画書というか、そのなんかで自分が何をするかということを紙に、書面にして提出するっていうことはやっぱりどんな場面でも起こりうるので、なんかそういう、最低限これだけは押さえとくというか、必要な書き方というかね、ハウトゥーというか、なんかそういうのがあると。そうですね、これはアサヒさんとは特に関係ないかもしれないんですけど、僕もNPO のそういう中間支援の人と話す中では後ろから書けっていう人いてますね。つまり大体こういうのっていうのはコンセプトというか、コンセプトですよね、思いみたいなのがあって、俺はまあ日本を救いたいみたいな思いがあって、はいはい、で具体的にこうしますっていうのがあって、最終的にこう事業総経費とかっていう流れが、まあ単純にこう通常だと思うんですよ、まあ、だから朝日もそれに準じてますし、あるんだけど、なんかほとんどのまあ特にアートは特にそうだと思うんですけど、 NPO とかアート NPO っていうのは思いが強い人で、やっぱりこの重い部分で力尽きてるっていうか、こう盛り込みすぎて具体的な内容とかこの事業総経費あたりがかなり適当、まあ場合によって真っ白とかねそれまずいやろっていうか、まあ収支ってすみません、僕ちょっと本業であれなんですけど、プラスとマイナスが合わないといけないんですよね。合ってないとかね、いや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 っていうのが貸借対照のことなんですけど、まあそういうのとかっていうのはやっぱあって、これ僕自身が他の NPO の中間支援の話した時に、まあそこって逆に結構手抜いちゃうよねっていう、そこはやっぱりテクニック的なところがあるのかなと思いますね。ただ逆にアートの場合はちょっと逆に NPO とはまた違うテクニックがあるような気がしていて、なんていうのが具体的なプログラム内容っていうのが実は書きやすそうで書きにくい気がするんですよ。どういうことかというと、なんだろう、まあ大体こういうのって予定で書けって書いてあるんですよ。まだ実際にはアポ取ってなくとも予定で書けって言われるんですけど、じゃあ僕が例えばアート NPO 立ち上げて、まあ、言うたら1ヶ月ぐらいの子が行った時に予定で誰を、まあ、例えば有名なアーティストとどうコミットしていくかとかって全く分かんないじゃないですか。引き出しがないですよね。ないですよね。だからそれをこう変に真面目に捉えてしまって、あ、僕はできることといえば隣のおばあちゃんと一緒にこうワークショップするぐらいなとか、まあ、逆にこうある面正直に書いてしまうと。誠実なんだけど、それが逆に見た時に書類上でこの書類上だけで判断される時にやっぱりしょぼくなるっていう、まあそれは僕自身も含まれてなんですけど、なんかやっぱそう見えてしまうのはなんか残念に思うので、割と未定でも、あ、ここら辺の話をしてるんですけど、未定でも割となんだろう、自信を持って予定って書くのは大事だと思うし、逆に僕の友達とかでもうすでにこう知り合いの作家さんとかにまあ、通るかどうかは分からないけど通ったら出てねっていうので、なんか色がアポってる子を挙げていて、なんかそういうのでやっぱりある程度のこう前振りがないとなかなか難しいかなと思いますね。だから自信を持って、なんやろ、具体的内容も、バシバシって書いた方がいいよっていうのと、あとはなんていうかな、広がりを持つプロジェクトですね。例えば逆にさっきも言いましたけど、有名なミュージシャンとかアーティストが例えば参加したとしても、なんかこれどう見てもなんか身内乗りだねとか、なんかなんかっていうのはなんとなく伝わってくるんですよ。だからやっぱりこのプロジェクトが多分どんどん広がっていって、なんか例えば最初は A 商店街だけど B とか C とか広がっていったりするような、なんかそういうワクワク感がある、広がりが感じられるような企画っていうのは、なんか誰が見ても、あ、これなんか楽しそうだなっていうのはあるなと思いました。だから僕自身もこれ別に何もでもないんですけど、もう単純にこれだけだと思ったらいいし、逆にもうテクニックかもしれませんけど、ここにこうパンフレットをつけることできるんですよ。いわゆる付属のね、補足資料をつけるんだけど、補足資料に関してはそこで頼っちゃダメだなと思いましたね。つまりやっぱり僕自身も見る方という視点を見て思ったんだけど、僕が出してる時ってやっぱりここにまあさらっと書いても、まあ、パンフレットにいっぱい書いてるからこっちでまあ分かるよねっていうのはなんか僕なんかの傲慢さがあったんだけど、でもよくも悪くもやっぱりここしかっていう時に変にまあ、いいパンを作ったりいい資料を作ってるからといってそこに頼らずに、あくまでここで勝負するっていう意識を持つことは、なんかやっぱ大事なんだなっていうのは思いましたね。すごくね、僕感じるのは、まあ、アーティストとかさ、まあ、表現してるからとかさ、まあ絵だけ描いてればいいとか、まあ、物だけ作ってればいいっていうふうに考えがちだけれども、やっぱり企画を考えるというか、落とし込むというか、だから結局それ客観的なものとして、自分は今何をやるかやれるのかで、結局こういう企画書等を書く場合にどうしても思いが先行してしまって、さっき最初の話でコンセプトだけが膨大で、結局具体的にじゃあ自分は例えば芸術の話っていうかね、自分は今これだけ稼いでて、まあ、そんな話はしないと思うけど、まあ、ここからじゃあどっから制作費として出せるのかっていうと、やっぱり現実的にね、将来的に考えた場合に、まあ、それはそんなに大した問題ではないけれども、まあ、具体的に資金であるとか、あるいはスケジュールであるとかね、そういうのがはっきり、見える方がやっぱり受け手というのかな、まあ、女性を出す方にしてもやっぱ分かりやすいし。っていうような感じましたので、うん、もう一個そのコンセプトの部分でも、はい、ただねそのどう見てもプライベートにしか見えないようなコンセプトだとさっきまあ広がりがないというかそのプライベートであるかパブリックであるかとかだから社会的な意味合いとしてその授業っていうかまあ自分のやっている表現っていうのがどこまでその地域に対してまあ貢献するというのはちょっと大げさだからまあそういう方じゃないとは思うけれどもまあどう考えてるかまあ影響を与えるかということも含めて自分のやっていることっていうのをまあすごく客観的にこう落とし込むっていうのをはまあ必要なのかなだからかなと思ってて、うんうん、だこういう機会があるとね、うん、やってもいいのかなとすごく、うん、通らないに関わらずそういう経験をするっていうのがう、ねうん、大事なのかな、まあ、表現する上でね、うん、大事なのかなと思ってすごく聞いててそうです、ねまあ、感じましたけれどもねだからなんでしょうねやっぱり僕自身もそのアーティストを応援する NPO っていうのを、まあ、数年間やってるんですけどやっぱりそこの部分がねやっぱりこう、まあ、苦手というか避けがちな部分があると思うんですけど、まあ、賛否いろいろあると思うんですけど、まあ、やっぱりプロジェクトってなった時に複数の人が当然巻き込まれると思うんですよ巻き込まないといけないってなった時に、まあ、そういう言語化する努力っていうのはやっぱりしないといけないのかなと思います、ね、表現する上で一人でやることは絶対にありえない、ね、そうそうそうどんな場所でも場所を借りる人はやっぱりさ交渉になってくるし、うん、その場合交渉するっていうことは、うんまあ、それなりの、うん、なんていうの企画というか、うん、なりの自分のね、うん、持たなきゃいけないでもう一つね、うん、いい大丈夫もう一つはい、結構、応募数って言って5000もないかいかない言っていいのか分かんないですけど3桁は行くんですけど3桁行くということをさっきおっしゃってたので、はい、ちょっと選考する上でね全部を一応見るんですよねこれは計算で分かると思うんですけど、うん、ここにも書いてあることだけど2日間で決めるんですよ、うん、2日間で言っても当然24時間やるわけないですよね、うん、だから、まあ、普通の労働考えたら8時間だと仮にすればまあ、16時間、まあ、27時間だった時に割り算で見た時に1企画どのくらいの時間で見られるかっていう計算が成り立つわけなんですけど割とやっぱりそれもちろん僕らというか僕以外の企画員の人ももう本当に結構ね大変ですよって言われてたんですけど本当すごい大変で僕ももちろん参加する前に全部目を通したんですけど、まあ、やっぱり判断っていうのはその上で短時間かなり思ったより短時間かなと思うんですよね。建築でねコンペがありますよね、はいはい、そうなると膨大に来て建築で、まあ、例えばここに何美術館建てますとか行った時に、うん、コンペ制ですもんね、 そうですね何百って来るから全てをそれこそ1時間かけて本来は見なきゃいけないけれど、うん、そんなにかけれないと、うん、でせいぜい時間で割ると、うん、3秒とか5秒で大体判断をして、うん、でちょっとでも引っかかったらあとはまあ1分ぐらいで見て、うん、でそれで大まかに分けてって、うん、あと大まかに分ければ、うん、まあもっとじっくり、まあ、先行するっていうようなこと言ってたんですけれども、うん、でもその3秒で訴えれる内容というかそうですね、うん、だからそのなんていうか企画の立て方というかね、うん、やっぱ必要なのかなという3秒とは言いませんしとはうなずかないけどただやっぱタイトルとかね、うん、そういう意味では単純にインパクトなんやろっていうのは、うんまあ、これありますよね、うんね、あるのかなと思ってねそれ引っかかりの部分っていうのがね、うん、実際ありますよね、うんうんちょっとじゃあ、次の話いくので、はい、一応もう一度まとめというかね田中さんが今回やられたこのアサヒアートフェスティバルの選考募集要項っていうのがありましてこれの、こういう感じなんですよねバラバラバラっとで一番最後の裏側のところにそのコンセプトとか具体的内容とか書く欄があってこれをまあ表現者の方が、まあ、駆け出しの表現者から、かなり経験のある表現者にもかかわらずこのただの1枚の紙の中にコンセプトまた具体的な内容あとまあ必要なことみたいなことを書くことで、まあ、書くことで非常にいろんなことが分かってくるし考えもまとまるしただの紙切れ1枚なんだけど非常にシンプルなゆえにその人の実力というか考えみたいなのが反映されるのでぜひこれを、まあ、出さないにかかわらずこういう考え方はすごいいいですよってお話だったと思うんですよね。そうですね。それはすごいいいなと本当思いました。で杉村さんが後半言っていただいた話はその上でまあ自分の表現っていうのは社会にとってどういう役割があるかとか具体的に何ができるかとかコンセプトをまとめていくってことが非常に大事だというのが田中さんの話最初の話でその上でじゃあ今度実際に選考に選ばれようと思った時のフックですよね、うん、どういうふうに審査員とかもしくはその団体に対して足を止めてもらうための方法論みたいなのは、まあ、それはもう一個その、ずる賢いというか、経験を積んだ人たちがみんなやってることなんですけど、どういうふうにフックをかけていくか、それはタイトルであるのか具体的な内容で非常に身を引くようなことがあるのかとか、それはまた方法論いろいろあると思うんですけど、その2つがすごい大事だって話が今アサヒアートフェスティバルの選考の中から出てきた話だったと思うんですよ。司会ちょっと初めて司会みたいなことをしてみてるんですけどでここからなんですけどユーストリームのシンポジウム見てこんな感じでみんな司会してはったんでねむよみはね、ここからはもう少し話を広げて、最初の切り口はアサヒアートフェスティバルさんの、今回の選考の話から切り口だったんですが、ここから、タイトルのこの下にあるようにアート NPO のこれからみたいなことについてちょっとずつ話していきたいと思うんですけど、どちらから行かれますか？ね、そういや杉村さん、いやまあ別にこれも質問ですよね。さっきちょっとちょろっとその成り立ちというか田中さんがこのアート関係というか アート NPO に関わったきっかけみたいな話をちょっとしてて、で地域というか、地域経済か、もう興味を持って、そこからまた NPO にちょっと興味があったんで、その朝日でやってることっていうのが、さっき文化交流というか地域交流というかっていうことを、主眼にして、動いてるっていうようなことをおっしゃってましたけれども、その今ワンオンっていうのを、主催というか代表でやっておられて、そのワンオンでやっていることもちょっと同じようなテーマというか、考えてやってるのかなというふうなちょっと思ったりもしたんですけど。やっぱり変化はありましたね。最初はずっとその大阪の NPO っていうなんかそのこだわりがあって、具体的には大阪の南の方でね、商店街の方とかと一緒にやっていくことをやってたんですけど、途中からこれは僕自身の数年間の変化なんですけど、僕はもう地域が盛り上がることはすごく大事だと思う一方で、なんか地域のお手伝い、もしくはお手伝いだったら対等だと思うんですけど、下請けになることですね。それがやっぱりあったんですね。そういう依頼みたいな、それが僕にとってはちょっと違うなと。あくまでパートナーとしてだったらいい方向に導けると思った時に、今地域ってのは特にその大阪だと言うても都市圏なんで、その地域活性化っていうのは例えば誰を指してるかわからないわけですよ。例えば外国人の方もおられる、ほとんど地域に関わってないサラリーマンもいてる。でそこにもなんか本当に商店街のおっちゃんがいてる時に、大体そういう地域活性化って商店街の方とか中心な時に、商店街の方が喜ぶことが地域活性化だとしたら、それに関わることが僕らのやるべきことのミッションとは違うんじゃないかなっていう悩みだったんですよ。だから僕自身はその中で地域活性化がきっかけではあったんだけど、例えば何々区とか何々市ではなくて、地域を構成している人ですね。それ僕はもっと人にコミットしようと思ったので、今電車バトっていうのを417さんで持ち込んでさせてもらってるのも、なんか地域が先にあって物事を見ることがなんかいびつに感じられたので、今僕は主に関西圏の人を取り上げるってことにシフトしてきてるってありますね。地域で人に移動してるってありますね。面白いですね。なかなか地域の方が分かりやすいんですけどね、ややこしい方向にシフトしたんですけどね。そうそう、だからさっきもね、その朝日の場合に、多分企画書を出す場合にしても、どうしても人っていうことになるよりも、地域と人になった場合に、人っていうかよりもやっぱり地域の引くというか変な言い方で、公共性があるので、やっぱりその女性を受けやすいっていうこともあるので、それはちょっとまた違いますよね。だから難しいことで、僕は以前だったらあれなんですけど、関わってるからっていうことね。浅いに関わってるのにまたワンオンではワンオンの考え方、そうですね。ワンオンではもうむしろ逆かなと思う。アサヒさんと逆かもしれないし、それはもう自分にも別に出張してる部分もあるし、ただやっぱり逆に言うとその否定してるわけでもなくてね、やっぱり地域本当にいろんな意味で。全国とは言いませんけど、いろいろな地域の活動している団体は沖縄とか鳥取県とかいろんなとこ行きましたけど、やっぱりなんだろうな、地域資源が本当に何もないところがあるんですよね。だそうい、まあ、何もないと語弊がありますけど、やっぱり少ないところでそのアート NPO がやる意味っていうのはすごく大きくて、やっぱりそういう素晴らしい取り組みを見てきたので、まあ、その地域で活動することの素晴らしさも理解はしてるんですけど、ただ僕自身はそう今思ってるっていう立ち位置がありますね。まあ、ちょっと先に、すごいいい指摘だと思うんですよね。NPO 自体は10年ぐらい前ですか、日本に入って。よくこれね、若い子がもう忘れてるんですけど、はい、これは神戸の震災がきっかけなんですよ。あ、そうですか。だから阪神・淡路大震災の時に、まあ動いてたボランティア団体あたりが割とNPO 法人の第1号だったりするケースがあって、95年ぐらいに、まあ、外国から入ってきた考えですよね。 NPO ノンプロフィットオーガニゼーションですか。もともとその震災の時に、まあ、言うたらボランティア組織が本当にいっぱい入ったんですけど、僕も当時関わってたんですけど、まあ、大混乱で現場が、そんな時に国がどうもなんかよくわかんないのでちょっとちゃんとさせよう、まあ、それだけじゃないかもしれないけど、そういったところで NPO 法が日本に入ってきたというに僕は NPO 法っていう形で最初入ってきて、はい、まあ、それが法人で動回るような、まあ、法整備をしたっていうことですね。そうですね。阪神・淡路大震災をきっかけ、95年の話で、そうですね。で、まあ、それがもう、ですから15、16年、まあもちろん最初黎明期があって、で NPO の話がよく出てきたのがここ5年、僕の印象ではね5年とか7年のような気がするんですけど、でその中で田中さんも、関わられてて、やっぱ最初は場から入ってその地域を振興するみたいなことを入っていくと。でどうしても行政が絡むとその場所制の方が予算が下ろしやすいですね。場所に対して予算って組まれているので、何々県の何々市にいくらみたいな感じなので、どうしても場所からスタートするのは当然だと思うんですけど、そこで実際、活動された田中さんがその場所をやるのためにやってたつもりが、結局ある固有のコミュニティの人のまあ商売を繁盛するためだけとか、ある特有のことになってしまうことがあったと、まあ、それだけではなかったと思うんですけど、でそれでやはり場から人の方に、もしくはその内容ですよね、そのやる実際の活動内容の方に向いていかれたというのは、非常にNPO のその歴史って言ってもまだ15、16年だと思うんですけども、感慨深いというか、そういうフェーズに入ってきたんだっていうのを今僕聞いて、ああすごいなと思ったんですよ。まあ、個人的にその NPO の特徴っていうのをもう一つ言うとね、はい、NPO ってやっぱりミッションありきなんですよ。つまりその株式会社とかだと売り上げをどんどん上げていって、関係する人をまあどんどんこうなんだろう豊かにしていくという継続を前提とした組織だと思うんですよ。ね、株式会社だからどんどん続けていくことが正しいんですけど、NPO の場合はミッションありきなので、ミッションを達成したら解散していいよっていう。ああ、全然違いますね。だから変な話だけど、長期化になって地域をこう10年20年支えていくのがしないといけないっていうことをミッションにしてたら別ですけど、例えばそのうちのなんだろうな、何か一つ目標があって、それを達成したらじゃあって本当は解散すべき組織では形態としてはあると思うんですけど、だからその、まあ、欧米で生まれた考え方なんで、構造的にすごい面白いなと思ったんですけど、今のお話聞いて、例えばだからその資本主義とか貨幣、営利目的にした、企業とかはやっぱり増殖していく。継続するために増やしていかざるを得ない。で売り上げを伸ばすとまた人も増えて、人を増えるとまた人件費が増えるから、また売り上げ上げなあかんということで、どんどん拡大していくっていう使命があるんですね、資本主義っていうのは。でそれに対してやっぱり限界と問題も今社会的にいろいろ出てる中で、NPO ってノンプロフィット、利益をノンするっていうノンプロフィットオーガニゼーションが出てきた時に、そのミッションを遂行すれば、貫通すればもう解散していいんだっていう発想はすごいですよね。でそれはいいなと思う一方で、じゃあその欧米で生まれた資本主義に対する補完するような形で NPO というものが日本の中でどういう形にすれば豊かにその展開していくのかっていうのが、今一つの答えはちょっと僕田中さんの今の話で出てきたと思うんですよね。場所じゃなくて人もしくは内容みたいなことに目を向けていくのがいいんじゃないかっていうのは本当そうだと思うんですよね。その辺、まあ、他の方法もあると思うんですけど。まあ、僕がやっぱりなんとこの3人の中で NPO の方を語らないといけない気がするんですけど、そういう役割になって違うだけではなんとなく言うべきなのかと思うんですけど、おっしゃったみたいにその NPO 法が日本に入ってきたんですけど、これ何でもそうなんですけど全部日本版にしちゃうんですよ。まあまあそうですね。でしょ。でその時に何が起きるかっていうと、はい、本来であればその NPO が欧米とかに成り立つっていうのは、はい、税制と密接にリンクしてるんですよ。つまりその、いわゆる寄付すること、これは文化共生全般に言えると思うんですけど、はい、日本以外の国っていうのはそのお金持ちとか、寄付文化ありますよね。寄付した時に、単純にその寄付することで節税になったりとか、もしくは免除されるっていうような仕組みがあって、それがセットで成り立つわけですよね。つまり行政の、その先ほどおっしゃったみたいな利益が出ないプロジェクトだけど、利益が目的ではないけど必要とされるミッションがあった時に、当然それを支える、エンジェルであったりとか、そういう寄付税制がセットになって本来に成り立つべきはずなのに、日本に入っていた時に税制がついてこなかったんですよ。じゃあどうなるかというと、本来であれば NPO 法を作って、そのミッションが社会的に素晴らしければ、誰かがね、いろんな人たちが、社長さんとかいろんな人が出して、社長さんが、仮に民間企業の社長さんがすれば、その社長さんも例えば節税になって、かつ、NPO 法人もお金をもらえたらウィンウィンの関係ですよね、っていうことが本当は成り立つはずなのに、それをしなかったんですね。だから今分かりやすく言うと、 NPO 法人を僕がやってます、すごいいいことやってますからお金をくださいって時に、例えば社長さんと僕友達になります、お前やってること素晴らしいな、じゃあ A 株式会社俺やってるけども、資金やろうかって時に、これは利益背反行為になるんですよ。つまりちょっと待ってください、株式会社は社長個人のものじゃなくて、株主のものですから、そういったことをすることに何も会社にメリットがなければ、それは悪いことしてんじゃないですかっていう。社長さん、そんなことないですよ。そうなんです。だから逆に言うと、ポケットで個人的に応援するぐらいしかできないっていうのがあるっていうのは、ものすごく不幸なスタートだったのかなと思います。いや、すごいいい話になってきましたね。現代これアート系トーク番組なので、すごいアートと全く同じ構造が見えてきますよね。日本のアートのその販売マーケットがどうして立ち上がってこないのか、マーケットができないのか、絵が売れないのかみたいなことと、ほとんど同じ言葉を変えればほとんど同じことなんですよね。結局、寄付、欧米の美術館はほとんど寄付で成り立ってますから、運営もで、作品を買うことももちろん税制、節税じゃないか、税的にはその免除というかね、寄付と同じような扱いされる、文化事業として作品を買ったということになるので、アーティストを応援するということになるので、欧米はそういうふうな制度がきちんとあると。でこれ制度だけの問題じゃなくて、実はそのやっぱキリスト教のその免罪とかね、自分がお金稼ぐことというのはもともとね、すみません、悪いことだったんですね。キリスト教とかユダヤ教の中ではね、いやしいことってされてたのが、しばらく間利子は取ってはいけない。イスラムは今でもですよね、確か利子、銀行なんか特殊なやり方で取ってるんですけど、利子はダメですよね。でそれをその回避するために、キリストのその三位一体とか、その増殖とかいう論理を入れていって、資本主義っていうのを作っていくんですけど。それ言い切っていいんかな、まあいいです、そういう話があって、で要するにだからその欧米系の文化圏の人っていうのは、寄付することが税金的とか制度的に免除されるからっていうだけではなくて、その人の主体性とか人生をコンプリート、完璧にするために、もしくはすごい自分はやった、豊かになった、人々に祝福される存在だっていう承認を得るために寄付をしないと、もう成り立たないんですよ、文化としてね。だからいやいややってるわけでも、税制対策だけでやってるだけでもないっていう、非常に分厚い構造がある。で日本はそれが、法的にも整備されてないし、もちろん宗教的にもそういうものはないので、じゃあそれを、置き換えるにはどうしたらいいんだろうかっていうのをずっと悩んでいます。辻さんのその一神教とかいうのはちょっと難しすぎるので、僕もちょっとあんまり理解はできないけれども、すごく西洋って言ったらそんな言い方しない、どうなのかなと思うけど、やっぱりね、日本人との違い、日本人との違いっていうことでいうと、その公共性に対する意識っていうのがちょっと薄いというか、日本人はね、大阪人は特にという、もうそこまで行きます、あれもうそこまでちょっとすいませんみたいな。でそれはね、すごく感じてて、NPO っていうのはもともとはその非経済的というか、利益があんまり見込めない運動というか、まあ、活動であっても、はい、すごく公共性の高いものに関しては、NPO として、まあ、組織としてやっていいですよ。だから例えばその、まあ、行政が本来は選んだ、まあ、どういうかな公園の掃除であるとかさ、うんうん、まあ、それはちょっとどうかは分からないけども、うんうん、結局でも誰がやらなければ荒廃していくと、うん、でも行政もなかなかできない状態でじゃあやりましょうという組織ができた場合にやはりそこは、まあ、利益はやっぱり見込めないけれども、うんうん、組織として運営する以上はやっぱり何らかのね法制度というかいうのが必要になってくるので、うん、そういう意味でその NPO、まあっていうのがやっぱ出てくると思う。まあそれはまあ掃除をするっていうのはちょっとね、まあ、分かりすぎますけれども、それが文化であるとかさ、だからそういうことも含めてやっぱりそれはパブリックの、まあ、公共性が必要なのかどうかっていうことになった場合に、だからアートとかさ美術ってじゃあ公共性あるのっていうことがその市民自体あれだけれども、うん、一人一人がどう感じてるのかというところにもやっぱり結びつくので、NPO でうちらは別に儲かってやってないから、まあ、勝手にやってますっていうことではないわけなのであって、うん、それ公共性っていうのはすごくね、うんうん、ただちょっと補足するとまあ、よく誤解を受けるんで誤解しないと思うんですけど、 NPO ってそのノンプロフィットオーガナイゼーションですけど儲けていけないわけじゃないんですよ。そうですよね、儲けを目的としてはいけないので、うんうん、まあ、実質その NPO だけど当然まあ社員もやって、うんねうん、大規模にやってるとこもあるので、よくね誤解があるので NPO イコールうさんくさい団体、まあ、某悪い人らがなんか悪い隊に使ってるような感じか、もしくはボランティアとして取られるんですよ。だから NPO やから当然タダでやるんやろとかいう誤解が生まれてるのは非常に残念だと今でも思いますね。もう10年なんて経ってもまだ言われますからね。もう本当にミッションありきですよね。ある使命とかその目的が社会的な目的があって、それを完遂するためにまあもちろん資金も必要だったり人も必要だったりってけど、あれミッションありきなんですよね。だからどちらかというとプラマイゼロの考え方よね。最終的にだから最終的に株式会社の場合は解散したら株主利益が分配される、資本がどんどん積み上がってるんだけど、NPO は解散したら基本的にはプラマイゼロになる。だからそこで運営する人の生活もやっぱ保障しなければいけないから、それもプラマイゼロにならない。それすらその人たちが生活できないというのはやっぱり問題になって、そんなボランティアでできることでもないから、そこの理解があるかどうかっていうことになってます。辻さんが感じたのがそうかもしれないけど、確かに数年前ちょっと盛り上がったのがご存知か分からない民主党政権になったのもあるんですよ。民主党政権がいわゆるコンクリートが人へ、懐かしいですね、鳩山さんですけど、まあ、そういった時にいわゆるまあ公共担い手として今まで国がやってたことを、まあ、積極的にこう、まあ、NPO とかに振っていこうって流れができたんですよ。でそれこそさっき自分はまあ税制がついてこなかったって話はしてるんですけど、その見直しも進んでまして、一応そのまだシステムあるわけじゃないですよね。例えばシステムがあったらうまくいくとは思わないんですけど、とりあえず税制が変わってちゃんとやった NPO にはお金がまあお金を寄付しても節約になるみたいな動きは今進んでいます。ですからそれが実行団体として制度はあるけど採択されなくてゼロやったら意味がないので、まあ今注目されているポイントではありますね。その辺で僕聞きたかったのが、その田中さんアート NPO の代表もされてる一方でファイナンシャルプランナーの資格も持たれてるじゃないですか。日本語にすると何になるんですか？技能士ですかね。金融技能士とか金融技能士とかなんですかね。金融関係の強い方なので、例えば税制の問題もそうだし、実際その地方でね、その金融関係のでまあ富裕層から、まあ、一般の人と接する機会が多いと思うんですけど、うん、そういう中でこういう人たちがその欧米的な寄付ではない形で文化とかに関わる方法、まあ、お金を絡めた、ねうん、方法というのはどういう可能性があると思われてますか？そうです。2000年前に、いや、2000年前にやっぱり一つ解決策と出たのが財団法人。ですね、いわゆる、まあ、京都とかでも取り組みがあったんですけど、はい、例えば京都に、住んでいるお金持ちの方がいてて、はいはい、そのまあ年配の方だと、はい、で自分が亡くなった後にこのお金をやっぱ国に取られるのは嫌だと、だからそれをせっかくだから京都のために頑張ってる人たちに、提供したい時に、うん、直接だと無理なんだけど、うんうん、財団それを目的とした財団法人、だから財団法人の目的はあくまで京都に対して貢献している、市民団体とかに寄付しますよって形をとって一旦プールというか一旦お金あげてやるっていうのはありましたね。あれも僕はすごく、まあ、ていうか全国的に注目されたんですけど、ちょっと個人的にその後どうなったかあまり見てないんですけど、一つのやり方もなるほどね、興味深い話ですね。あ、ちょっと待ってください。で、アートでね、その販売できないっていうので、今日本の企画ギャラリー、現代アートの企画ギャラリーとかが、その百貨店、今まで百貨店で展覧会するっていうのはずっと避けてたというか、あれはまあまた画壇とか画廊がやるものだみたいなんで、現代アートっていうのはずっと百貨店の中で展示っていうのは避けてたというか、その違うものだみたいな感じがあったんですけど、ここ最近そのやっぱり日本のその百貨店に来られる富裕層の方をにやっぱ現代アートを分かってもらわないと、そのマーケット、日本の中でするアートの文化みたいな気づけないじゃないかみたいなんで、まあ東京の方の、百貨店でね、そういう試みがこう3年ぐらい23年かな行われてるんですよ。で、百貨店の外商部隊って言って、その直接、地域の名士さんだったり富裕層の方に、まあ、高価なものとかそのすごい良質なものを持ってって販売するっていうものがあって、で今まで絵画というのもそういうところで売れてたっていうのが多かったんですよね。かなり日本の中でそこがマーケットが結構中心だったと言えないこともないんですよ。で、そういう人たちがやっぱ同じ繰り返しになるんですけど、文化にお金を落としたいと思った時に、多分やっぱり今言った京都の話のように、地域から人に移っていってミッションに移るっていう話もすごい僕はそれはすごいなと思ったんだけど、その一方でやっぱり日本の人たちってその場というか村、自分の仲間に還元したい村意識、コミュニティ意識みたいなのが強いから、そのあるミッションとか理念にお金を払うというよりは、コミュニティのつながりを強くしたいとか、コミュニティのつながりに対して自分が頑張ったことを還元したいみたいな方がすごいその分かりやすいというか、お金出しやすいんじゃないかなって今ちょっと思ったんですけど。両方思う、まあ、僕の個人的な感想なんですけど、その通りじゃないかなと思う一方で、僕はまあ一応自分の団体がその若者というかね、10代20代ぐらいの頃だと、やっぱり今ってほらネットとかでつながってて、そのリアルコミュニティがどんどん崩壊してきてるじゃないですか。例えば Facebook とか Twitter でつながるっていうのも、地域で隣町の A さんとつながってるのは全然違いますよね、隣近所とかってのがあって。だからなんだろう、その以前は確かにその村社会のコミュニティの中に還元するっていう感覚があったかもしれないですけど、今はそれがバーチャルなつながりに移行してるんじゃないかなとは思いますね。なんかいわゆる古い意味での土地、物理空間としての奈良県とか大阪府とかいう空間ではないんだけど、バーチャルな、もしくは人を介したコミュニティとしての場は、やっぱり日本人っていうのはやっぱ場に帰属するというか、集団に帰属する体質なので、それはやっぱすごい生きてて、そこに関わるっていうのはすごい大事だけど、それが物理空間の場ではないってことですよね。だからバーチャルな場っていうことは、結局そこは人のつながりで場を作るので、人にターゲットを絞っていくっていうことで矛盾はないと思うんですよ、最初言われた話とね。ただ捉え方っていうか、言葉のその吟味の仕方が今だいぶかなり正確になったと思うんですけど。いや、多分ね、そのちょっと違うと思うね、辻さんと田中さん、今考え方の違いって僕は感じただけで、例えばさ、その文化に対する盛り上げ方というか、その形成のさせ方について、人とのつながりっていうのは共通点としてあるとは思うんだけれども、その富裕層であるとかさ、そのお金がある部分で文化というものを形成させて盛り上げていくっていう考え方ではなくて、田中さんはどちらかというと。僕も違いますよ。富裕層だけにネットワークを張るっていう意味ではなくて、牽引させるっていう意味ね。いや、ちょっと待って、僕はね、でそういうある意味人間としての主体性を強く持つグループというか人たちが集団牽引するような形で文化を盛り上げていくということよりも、田中さんのやりたいということはどちらかというとね、僕が思ってるのは間違ってたら言ってもらったらいいんですけれども、そのどちらかというと、もっとこういろんなこう表現としての広がりの中で、こうなんていう底上げをするというか、なんかそういった部分でのNPO と活動を通してね、その平たく言うと民度を上げるというか、なんかそういう形での文化活動っていうのをまあ、日本の中で芸術っていうか、まあ文化を定着させていきたいのかなというふうにちょっと思ってたから、ちょっとその経済的なことがまあどうか分かりにくいんだけれども、そこの違いっていうのが、まあどういうかなんか辻さんの言い方でもしか、まあ僕はそれも勘違いしてるんだよ、二極化しちゃうのかなというふうな。だから僕の、多分田中さん、僕の言い方がちょっとこう杉村さん誤解されてて、僕いやまあ僕がいい悪いって言うんですよ。もう一度同じ繰り返しになっちゃうんだけど、整理すると、もともと NPO っていうのはそのバーに対して予算が下りてたし、バーを地域活性化しようみたいな話でNPO の活動を動かしていくっていうのがあったけど、やっていく中でやっぱりその場でやってたつもりが、場のためにやってたつもりが、結局あるその、商店街 の特定のコミュニティに関わることしかできなくて、それ以外でそのネットにいてる人たちとか、もしくは会社と行って帰って往復する人たちなんかはその地域に具体的に関わってこれないので、本当の意味でその場っていうのはなかなか介入できなかったっていうのがあって、じゃあ次はその人に対してその介入していこうというか、関わっていこうっていうふうに田中さんの気持ちが変わってきたっていう話を僕が受けて、でじゃあ人だけ難しいな、どうして言ったらいいの。例えばね、そのデパート戦略というかさ、そこでのマーケット、アートマーケット形成のさせ方っていうのが、どうしてもやっぱりその富裕層に対するマーケットの動かし方っていうにも少し、まあでもそれは事実そういうあるので、アメリカとか確かにそういうのもあるし、まあ僕はそれは別に否定はしてはいないんですけれども、でもそういった文化の関わり方ではなく、まあ田中さん自身がね、そういった文化の関わり方ではなくて、もっとこう広い意味でもう表現性という意味かなっていう、まあ民度言っちゃダメなんだけれども、いやまあ僕も実そういう部分の違いがちょっと方向性としてちょっとまた意味として違うのかなというこう、日本のそのアートとか文化に関わる人がこういうグループで人の数でいるとするじゃないですか。で、その人たちをじゃあ文化活動にそのうまくこう NPO を介して関わってもらおうと思った時に、欧米的なその理念とかミッションみたいなことをバーンと立てて、で寄付の税制、寄付っていう制度みたいなことをきちんとしたとしても、なかなかやっぱり根付かないんじゃないかっていうのを僕が話してて、じゃあそれはやっぱりその文化的、宗教的、主体的違いがあるっていうことが大きいと。でじゃあこの人たちを、この文化に関わりたい、興味持ってる人たちを欧米的ではない NPO としてどういうふうに関わっていったらいいかっていうのが、僕がちょっとその一つの説明として、外商っていう上の人たちはじゃあ今までどうやって戦後50年間60年間お金を出してきたかっていうと、地域の名士として地域に還元できる、その自分のコミュニティグループに対して自分はこんだけのことをしたっていうふうにアピールができるっていうことで、初めてお金を払ったっていうことがあると。理念に対してお金を払ってないし、本当にこの作品がアートの歴史的背景とか文脈を読み込んですごいと思ってお金を払うというよりは、これ何々さん持ってたらやっぱりその何々地域の名士としてはやっぱりいいですよね、あそこの歯医者さんも持ってはるし、お医者さんも持ってはるし、じゃああなたも持っときましょうかみたいな、コミュニティを形成するための、ものとしてあったと。でだからそういうふうな、それは富裕層だけの話にだけにしか聞こえないけど、実はそれは日本人のその文化的なものをお金を払うっていう時のその体質を表してて、それは富裕層だけじゃなくて普通の世間一般の人たちも作品を買うとか文化に関わってお金を支払うっていう時は、歴史的な文脈や背景を読み込んだり理念や思想みたいなことに払うんではなくて、自分のコミュニティを強化したり、コミュニティの中での自分の主体を強化するためにお金を払ったり活動するっていう本質があるんじゃないかっていうのを、僕の話し切りました。大変な意見です。同じことです。伝えました。その形から何でもね、日本って欧米から入れちゃうのかなっていうのがあって、その支える仕組みみたいなのがやっぱりちょっと入れれなかったんじゃないかなと思ったりするし、やっぱり僕自身がちょっと数字忘れてしまったんですけど、やっぱり今おっしゃったようにその、ね、バブルですよね。もう懐かしくなってきますけど、ああいう高度経済成長期の上、お金があった時代に、そういった形で作品がこう売り買いされたみたいなのがダメージがいまだに引きついて、結局そういった感じでしか広まらなかったので、定着せずにどんどんマーケットが沈む一方みたいな話は最近でも聞いたことありますね。本当になんか一桁単位で減っていってるって言ってて、ね、すごいもうなんだろうな、大変だなと、普通に単純に大変だなと思いますね。うん、ちょっと次はまだ納得されてないみたいですけど、こんな話いくとちょっと NPO から外れてしまうので、後でまたお酒飲みだからゆっくり話しましょう。いやいや、じゃあつなげて NPO につなげて、はい、で例えばね、まあそのまあ文化行政とかさ、はい、まあ絡んでくるし、はい、もう辻さんの話は僕はその明治維新後 の, その、はい、文化政策としての、はい、なんていう、まあ、文化の在り方が制度の在り方に結びつくんじゃないかなとも、まあ、ちょっと疑問の部分もあるんですけれども、はい、どちらかというと田中さん自身はどちらかというと、はい、まあ同じやね、市民レベルでという言い方になっちゃうんだけれども、だからそういった部分の広げ方というのか、なんだろう、その自分の立ち位置っていうのがまずあると思うんですよ。うん、僕が例えば美術家であったり、そういう、まあ、美術関係者的な立ち位置で見てるとすればまた違ったかもしれないんですけど、僕は自分がその普通の、まあ、サラリーマンのおっちゃんやみたいな感覚がいつもあって、うん、そういった自分が例えばアートを取り巻く状態にして思うことはすごくたくさんあるんですよ。うん、でそれ自身に対して自分が関わると思ったら当然、まあそのいわゆるよく使われるんですけど、そのアートとなんかこう何かをっていう、そのアートの敷居をっていう主語がアートって話が僕はすごく違和感があって、僕はあくまで多分地域とかそういう社会みたいなのがあって、それを良くするためにアートっていうものが一つにつながればいいんじゃないかなって目線で見てると思いますね。だからちょっと立場としては辻さんの今言っているようなこととは少し違うのかなというふうに思ったんだけれども、ね、理解はできますけど自分がコミットしてるというか関わってるのは違うなとは思いますね。それは、はい、それもでもその通りだと思いますしね。立場は違いますよね。だからね、ほんで、まあ、ちょっと思ったのはその、寄付だ、ごめんなさい、寄付、欧米ではその寄付金っていうのは大きな部分として占めているので、まあ、文化に対する、まあ、民度というかそれが高いという話があるんだけれども、結局じゃあそういう寄付ではないその税制の在り方として文化行政を進めていくって言ったとしても、やっぱりその、うん、まあ民度というかな、公共性っていうのはやっぱり必要なんだよね。でもちょっとその分野気になるのが、うん、じゃ例えばその、まあ、よく日本人的に話してしまうんですけど、そのなんだろう、欧米が進んでいて日本が劣ってるというそういう優越の問題じゃない気がするんですよ。だから逆にその多分ここら辺は辻さんが補完してくるんじゃないかなと思うんですけど、その寄付とかいう概念がその欧米で根付いているのもまたその宗教的な観念とかも、まあ、それおっしゃったらっていうのがあるから、うん、日本がない今ないのが、うん、必ずしも悪いとかそういうことじゃないんですよね。全然本当に優越に対してどれだけそのまあ民度って言ったら僕もそんな否定的なこと言ってるわけじゃないんだけれども、それぞれまあいろいろの人たちが必要と感じてるのかということに結びつく。あ、まだその話に結局ね、必要じゃないって言われたらそんな美術館でいらないしさ。いやだから、ちょっと待って、僕がじゃあ真ん中にいる僕が NPO の話にコミットしますけど、だから逆に言うとそのアート NPO とかが求められたり、まあ実際アート団体とかが増えていて、まあそれがまあいろんな活動してますから、別に地域活性化だけじゃないんですけど、いろんなミッションあるんですけど、ただその増えたりとか活動があるっていうのは一つそこにコミット、つまりアートの有用性っていうものを示すことができてるんじゃないかなと思ったりはしますけどね。だからそういったことで、例えばお前の作ってる作品はわからないけどでも楽しかったとか、わからないよくわからないけどっていう人が増えていってるような気がしてて、例えば去年だと瀬戸内芸術祭っていうのがあって、そのね、僕は、まあ、今ツーリズムを結びついてるんだけど、別にその作品を例えば美術として見てるかどうかってちょっと僕は疑問符がつくと思うんですけど、ただエンターテインメントとかツーリズムの一種として多分すごくいろんな方が楽しかったと思うんですよ。でもああいうのってそれでもすごくなんだろう、次につながっていく、いわゆるまあアートを支えるとか鑑賞者みたいなのを増やすことにはつながっていってるんじゃないかなと思いますけどね。まあそのだから NPO の在り方としてね、まあ一般に NPO、まあアートとは別に大きな意味での NPO っていうのは確かにボランティアではないか、ごめんなさい、そういう活動っていうのはやっぱり必要だなというふうな感じは、公共性があるということはすごく感じるんですけれども、まあこれは僕は理解してるから本当はいいんだけれども、まあ一般的に。一般論として、例えばアートというふうな名がついた場合に、本当にそのアート NPO というそのアートとその公共性っていうのが本当に結びつくのかなというふうな疑問ですね。だからそこの疑問が、まあ僕は別に疑問はないんだけれども、やっぱり、コンセンサスが得られてないというか、っていう部分もやっぱりあるとは思うので、そうですね。だからここでの議論の場ではその問題提起はもう自明として、要するに存在意義ね、美術とかね、欧米的な意味での ART としてのアートとか、明治時代に入ってきた美術っていうのは一定の機能を果たしたけど、もう今現時点ではかなり制度的に疲労を起こしてきて、日本の中でなかなかうまく回ってないのが現状ですよね。でそれは美術とか ART のアートだけじゃなくて、欧米から輸入したいろいろな社会的なもの、制度ですよねが制度疲労を起こしていると。で、それはもう分かりましたと。で、その上でじゃあ、美術でもない横文字の ART でもない自分たちが絵を描いたりものを作ったり表現することっていうのが自分たちの生活や社会を豊かに面白くしていくためにはどういうふうな方法論があるかっていう話をしていくというのがやっぱり今の場所としては大事だと思うんですね。こんなこと質問したらもしかしたらちょっと、難しいかもしれないんだよ、田中さんにね。じゃあその話を受けて、じゃあ日本らしいアート NPO のあり方っていうのはあるんですかね。それを今聞いてたんですよね、僕も何回も。僕はね、その NPO っていう話をした時にすごく今なんかいろいろ分かれてる気がしてて、そのアート NPO もやっぱり10年以上経ってるわけですよ。だからその制度としてみたら、昔で言えばね、 NPO っていうのは資本金ゼロで応募作れたっていうのがあって、企業の一つの形として単にそのアートが NPO その抜きにしてね、単純にその企業スタイルの一つとして流行った時期もあったんだけど、今ってのはご存知の通り LLP とか LLC とかいろいろありまして、その企業何か社会的なミッションがあった時に、昔だったら株式会社以外には NPO しか基本的になかったんだけど、今っていうのは財団法人、ソーシャルベンチャーっていう形、それと NPO って形とミッションに対していろんな選択肢があるんですよ。ちなみに財団法人はどういう括りになるんですか？これちょっと僕突っ込まれたあれなんですけど、一般と特定と2つあったと思うんですけど、昔はかなり、例えば松下幸之助さんとかね、超大金持ちじゃないと作れなかったんですけど、今確か300万ぐらいで作れるんですよ。ってなってくると、有限会社を作ろうと思う規模でできるので、今例えば中田英寿さんが社会的ミッションをね、コミットするのにテイクワンファンデーションを作ってますけど、ああいうなんだろう有名人が作ったりとかっていうのは割とあったりするんですね。だからそう社会的ミッションに対して、NPO っていうのは昔はスタイルとしてあったんだけど、今っていうのは実はそこも分岐してしまったところがあるんですよ。だからそういった意味で NPO を打った時に、 NPO っていうのもその NPO 法人なのか、いわゆるその広い意味での非営利団体を指すのかっていう課題もあるんだけど、少なくとも枝分かれは、いろんなことが今多様化してると思うんですけど、こういう分野でもしてるのかなと思ったりします。じゃあ財団法人の方が一つの項目として分かりやすい。 NPO だったらいろんな NPO があるから NPO を続けてもまたそのもう一個説明がいるんだけど、財団法人ったらもう一つのフォーマットになってるから伝えやすいっていうのはあるんです。だから例えばそのアートをちょっと抜きに NPO だけで喋ると、昔はその社会的ミッションに対してなんかNPO っていうのがあったんだけど、今流行ってるソーシャルベンチャーですね。例えば有名なのは語り場さん、高校生と大学生が話し合う語る場を作ろうっていう団体だったとかっていうのは、僕個人的にはなんかなんだろう、昔だったらわけわかんないじゃないですか、それだけだったら。でもそれをワークショップとして捉えたら広い意味で僕は表現に入ってくる気がしてて、僕の中ではその昔はアート NPO だった NPO が担っている役割が今すごく細分化されてるんじゃないかなと思ってます。それはどれ選んでもいいんですけど、でそういった中でごめんなさい、質問が NPO の話だったと思うんですけど、NPO はどうなんですかって。やっぱりアート NPO を具体的に言った時に、どうして食べていくのとか、活動を継続していくときに、簡単に言うとさっき言ったみたいに寄付がもらえないので、会員からの費用と助成金っていうのが大きいと思うんですよ。実際それが大きいんですよ。ってなった時に、なぜこういうところから入るかっていうと、やっぱり、アート NPO が果たす役割っていうのは、行政とかと組んでやるっていうことになるのかなと思ったりするし、で行政たちが求むことっていうのはさっきおっしゃったみたいに、分かりやすく何々しよう、文化活性化しようというようなミッションになってくるので、自然的にその地域活性化とかっていうものに今すごく動いてる団体が多いんじゃないかと思うし、それである程度継続できている団体が多いんじゃないかなと思ったりしますね。でも公共性は前提ですよね。そうです。必ず。だから難しいなと田中さんのおっしゃるとおりすごく共感するし、頑張ってほしいという気持ちもすごくあるんですけれども、その個人といった場合にすごく公共性とに転嫁しにくいというか。で、その公共性っていう言葉は行政よく使うんですけど、これもその言葉としてどういうことかというと、つまり、震災の時も問題がありましたけど100人いてます、物資が60あります、行政だったら100個来ないと配れないですよね。公平じゃないから、これが公共性の考え方ですね。全ての人に均等にサービスを与えている。でもそれがね、逆に言えば正しいかどうかってまた難しいじゃないですか。だからその公共性ありきに活動が巻き込まれて、僕は呪われるって言葉を使うんですけど、行政と一緒にやってるうちに知らない間に行政ができないことを、やるために作られた団体がなぜか行政に飲み込まれて、なんかあれ行政じゃないのそれっていうことになって、なんか活動自体がぼやけるっていうのはよく見てきた気がしますね。だからそういう意味では公共性を果たしてるかもしれないけど、なんか外から見てるとそれでいいのかなって思ったりするから、公共性って言葉はすごい難しいと思います。例えばその100人いて60しかない場合に、でも田中さんとしてはもう配りたいと、その時点では配りたいというと思うんですよね。で、配ろうとした時に判断がやっぱり必要ですね。誰が60の選ぶのかっていう判断がね。だそういった場合の難しさってやっぱりちょっと比喩的にちょっと言い過ぎかもしれないですけれども、その個人っていった場合に、例えば100あると、でも60だけ、どんな考えてもね活動の限界があるので、やっぱ60しか選べないとっていった時の判断の基準というか、判断の難しさっていうのはやっぱりあるんじゃないのかな。もちろんありますね。だからそれを終えるための自立した活動でやっぱりやっていくべきじゃないかなと思うので、その僕はいろいろ考えたと思うんですけど、 NPO が僕は継続ありきの組織じゃないと思ってるので、逆に拡大ありきがあったりとか、組織がどんどんでかくなっていくべきでは僕はないと思って、これは違う考え方ももちろんあるんですけど、僕はそう思ってるので、それは一つはそういうことです。つまり100人の組織だったとしたら、やっぱり組織として判断っていうのがものすごい重たくなってくるし、できなくなるかもしれないっていうことがあるときに、例えば1人か2人とか、少人数だったらそれはできたりとかもするので、僕個人はやっぱりそういった問題というものを終える範囲内でやれる組織体系で続けていくべきじゃないかと思いますね。だから何が言いたいかというと、その行政とはまた別のスタンスで動くべきだし、それはそういうリスクを背負ってなんぼじゃないかなと思いますけどね。公共性という部分ではまた変わってくるのかな。そうなりますね。でそれでいいと思います。だって変な話だけど、公共性を担うべきなのはあくまで市長であったりとか、市役所の人やと思うんですよ。でその人たちができなかったりする漏れた部分に対してスポット当てていくことの方が僕は正しいと思うので、なんか本質がそっちに行ってしまうのは違う気がするんだけど、なんとなく今の資金繰りだと NPO だけだとなかなかお金が難しいっていうのはすごくもったいないなと思いますね。これはそこは変えたいと思いますね。ちょっと一回話が難しくなってきてるので、少し変えてみたいと思うんですけど、例えばよさこい祭りとか、奈良だったらバサラ祭りとか、ああいう行政からとか公共性からとかいうのは出にくいけど、地面から土地の地場から出来上がってくる出てくるようなその表現の欲望とかね、若い子が何かしたいけどやり方がわからないし、みんなもつながりたいで、おっちゃんおばちゃんたちは若い子に何か伝えたいんだけど伝え方がわからないとかいう時に、たまたまああいう地域のよさこい祭りとかバサラ祭りっていうのを起こしたことで、すごいその。上の世代と下の世代がつながったりとか、表現の欲求がパーッと出やすくなったりするっていうのがあると思うんですよね。でそれっていうのはやっぱりある程度地域の人、もしくはそこの場にいる人の声を聞いてる人じゃないと、その人たちが本能的に持ってる表現の欲望みたいな救い取れないと思うんですよね。そういうところにやっぱりNPO の役割、その公共性とか行政ではできない NPO の役割っていうのがあるのかなって僕は。でその子にミッションという言葉を与えてあげれば、例えばよさこい祭りという言葉を与えてあげるとか、奈良だったらバサラっていう、歴史的なものもそこに与えること。実際にはね、バサラ祭りって張ってきてAKB48 の曲で踊ってたりするんですよ。だから本当にじゃあ伝統的なものを伝達してるのかって言ったら 100% そうではないですよ。でもそのバサラっていうフォーマットを作ることで、若い人から中高年の方まで巻き込んで、その何か一つの表現としてのムーブメントを作るっていうのはすごいいい例だなと思ったので、そういうところにその NPO の可能性を僕は一つ感じるんですけど。そうですね、むしろその求められてる感覚でいくとものすごく増えてきてると思ってて、うん、そのお祭りの話もすごく面白いと思ってます、うん、お祭りとか行事とかね、東北でもそうですね、東北 の地域をまあなんとかしようと時に、うん、お祭りが結構あったんですね、うんうん、それはなぜかというとその地域をまあでしまえばつなげていこうと思った時に、うん、やっぱりそういうなんだろう地域の歴史みたいなのを受け継ぐものは何かってやっぱりお祭りだったんですよ、うん、だからそういうものが出てきたのっていうのは僕の中では、うん、お祭りの果たして役割っていうのを再確認した気がするし、うん、逆に今都市部ではやっぱり、うん、まあ、いわゆる盆踊りとかでなんかないじゃないですか。だからどんどんどんその地域の人、まあ、隣の人たちとなんか交流する機会はどんどんマンションとかでないわけですよ。うんうん、た時に実はそのコミュニティが今どんどんなくなってきてて、うんうん、その中でなんかその、まあ、形はどうでもあれその地域を盛り上げる祭りみたいなものをアート NPO がまあさせてもらって、うんうん、いろんな世代をつなぐことができている、うん、もちろんそういうのをやってくれって言われるのはまあ必然から生まれてるし、うまくいけばそういうところで立ち位置を見出せるのかなと思いますね。うんですね。だから、うん、その何々県とかね、その県庁所在地みたいなもので縛られる必要は僕も全然ないと思うんだけど、その共通の何か若い子たちが奈良って言ったらやっぱちょっと地方都市でね、大阪みたいにおしゃれではないし、京都みたいにすごい伝統が分厚くもないっていうちょっとこう微妙なポジションっていうのは若い子たちはみんな思ってたんですね。だからそれをうまく発散する方法としてバサラ祭りみたいな非常に有効に機能してると思うんですよ。だからそういう、あるコンテンツ、面白い内容のフェスティバル、行事、イベントみたいな、まあ、別にそのイベントだけではなくてその SNN ソーシャルネットワークを立ち上げるとかね、何でもいいとは思うんですけど、そのコンテンツみんなが関われるような、まあ、みんなじゃなくていいですね、ある特定の欲望を持った人たちが関われるようなコンテンツを、見つけてくる。でこれそれはやっぱり場所とか人に関わってその人たちの声を聞いて拾い上げる作業が必要だと思うんですよね、うん、でそれを一つの形にするっていうのがやっぱり僕は日本的な NPO のあり方だと思うんですよ。美術館とかやっぱトップダウンっていうか欧米の思想をバーンと下ろしてくる形で、お前らこれがすごいんだぞみたいな、今流行ってるんだぞみたいなんで、まあ、そういうのもたまには見たいけど、本当の人々の欲望みたいな、表現の欲望みたいなのはやっぱり地場っていうかね、その地面からバーッと出てくるんじゃないかなって思うんですけど、杉村さん。あとね、もう一つね、はい、そのコミュニティっていう問題でちょっと思うのは、はい、その確かにね、その今コミュニティが持ちにくいって言われたりもしてて、はい、でやっぱりその役割としてアートの力というかね、はい、それをきっかけにしてコミュニティが形成されるというのは、はい、まあ、あると思うし、はい、まあ、それは有効な手段だとは思うんだけれども、はい、そのアートなり、まあ、アート、まあ辻さんの意味のアートとまた違うか、まあ、僕はねちょっと欧米寄りになりすぎてるかもしれないけれども、はい、まあ、表現と言ったり、はい、言い方にしてもいいと思うんだけれども、はい、その可能性として僕はその批判であるとかさ、うん、反権力であるとかさ、うん、だからそういう、まあ、どちらかというと、うん、コミュニティを、まあ、破壊するっていうのはちょっと大げさなのかもしれないけれども、うん、まあ、どちらかというとそっちのマイナスの方の力というのが、うんうん、そういった批判性であるとか、うん、でもそういうのを含めて、まあ、ある意味社会性っていうのは、社会の健全性っていうのは保たれると思うし、うん、そういう批判なり、まあ、反権力というかね、うん、そういった声を拾い上げるという意味でね、ただ都合のいい声だけを拾い上げてもやっぱりそれは健全性には結びつかないので、やっぱりそういう声もいろんな声があるという意味で、いろんな表現があるという意味で、ね、でそういうすくい上げるようなコミュニティっていうのはやはり実現してほしいなというふうにはすごく思うし、その田中さんの個人を対象にしたっていう意味でも、地域性って言ってしまうとどうしても形成されるというか、あまり破壊的なというかね、マイナスの部分は排除するような部分っていうのはやっぱり公共的でないというふうに判断されやすいと思うので、僕が思ったことでね、田中さんが個人を重視したいという意味はそういう広い意味で、単に公共性には見えないけれども、まあ、どうやらまあ反権力的な批判的な感じがしたとしても、それも包摂するというか、内包するようなコミュニティのやり方っていうのも必要なのかなというふうにちょっと思ったりもしたんですけれどもね。わかります？だからその最初の方に言っておられたそのアートっていうものが、まあ当然その社会に立つカウンターカルチャーというか、そのメッセージとか、まあいわゆる毒というか、そういった部分があるべきじゃないかな、もしくはそういう考え方も僕はよく分かる気がしてて、実際僕もそういうアート作品が好きなんですよ。そうですよね。ただ一方でそのまあなんだろう、その使い分けでいいのかなと思ったりするんですよね。だから当然その、まあ、僕は、まあ、それ僕の友達が言ってましたけど、最近商店街とか地域を活性させないアートっていうのがもてあされてるのはあれは異常だと、アートってのはもともとそういう万能の魔法ではなくて毒があるもんだから、それがもうアートに頼らざるを得ないっていう現状がまず悲惨な状態になってるんじゃないかみたいな話があるので、それは僕はその通りだと思ってて、やっぱりアートという言葉は本来であれば僕は毒が絶対あるべき、毒というかまあメッセージがあるべきだけど、そこがぼやけていてのは否めないと思いますね。ちょっとで一方で後半なんかちょっと違うかもしれないんですけど、僕は確かに人って言ってますけど、ちょっと、補足すると特定地域だけにこだわってないって言い方もできる気がしてて、僕はその何が言いたいかというと、ミッションに応じていろんなその地域のコミュニティに関わっていること自体は全然否定してないんですよ。たださっき辻さんにもお話というか、まあお話ししたように一つの地域に変に固執しすぎると知らない間にそういうミッションを見失うようなことが起きる気がしているので、なんか僕はそれよりももっとフェイストゥフェイスというか、その個人を重視したプロジェクトをいろいろ展開していくっていう方なんで、まあそのコミュニティと人っていう対立路線でもないのかなと思って聞いたんですけど、なんかまあ人と人というかフェイストゥフェイスっていうことを思って、その伝書バトのをやっぱりやっていらっしゃるのかなというふうに、まあ横で見ててすごく感じてたので、なんかそういう、まあ、単に一つの地域だけではなくてね、まあ、それぞれの地域というか、まあ、別に地域関係なくこう集めて交流を持つっていう場を作るっていうことは、まあ、そういう意味もあるのかなというふうにちょっと思ったりもしてるんですけれどもね。そうですね、それはまあそうですね、はい。先ほどのそのコミュニティを作るとかね、人と人をつながるための、まあ、表現活動のコンテンツを作っていくとか、そういうまあ場所とか、まあ、人のつながりの場所やコンテンツを作っていくのは大事だって話で、でその一方で杉村さん言われたようにアーティストっていうのはそういう、ぬるま湯というかね、みんなのその中でワイワイ言ってるだけではなくって、もう少しおぞましいものとか反社会的なもの、反権威的なものも、関わっていかないといけないんじゃないかという話よくわかるんですよね。で僕はやっぱり日本の、文化的な構造を見てたら、日本のそのアーティスト、芸者ですよね、芸術関係の人っていうのはやっぱ瓦物として生まれてきたっていうのがあって、伊豆の奥にとかね、歌舞伎とか歌舞伎物ですよね。だからその村社会っていうすごいネットワークのコミュニティが豊かになった、人のつながりを大事にする村の中である瓦物として、外部としてやっぱ登場するのがアーティストだと思うんですよね。でその時に、市場に差別される存在として登場する場合もあるし、なんかおかしな顔だったとかね、異様に背が低いとかね、まあ、そういうふうに差別される存在として見せ物として外部として召喚される時もあるし、一方ではすごい歌舞伎役者としてスーパースターとして超越者として招かれる場合もあるんですよね。ただ村社会に対して横から同じイーブンの関係では絶対ないんですよ。下か上になる。で村っていうすごいネットワークのつながりの強い中の、集団がやっぱりずっとやってたらしょうもないことで喧嘩になるんですよ。ちょっとしたことでゴミの出し方が腹立つとかね、足音が腹立つとか、そういう日常的なことっていうのはみんながみんなつながって仲良くしてたらどうしても起こってくる時に、ある外部の瓦物がポンと来たとこで日常を脱構築させるっていうかね、脱臼さすことでフレッシュにさせてあげるっていう役割があるんですよね。だから不景気でそのアーティストがやっぱ召喚されてるっていうのはそういう流れがあると思うんですよ。で何を言いたかったかっていうと、まあ、そういう構造があって、じゃあ本気でアーティストになりたいって日本で思った時には、やはり自分はその村の集団からインディペンデント、独立した立場で立ち位置を作らないとちゃんとした機能が働かないんですね。芸者としての、瓦物としての。でそれはやっぱすごい孤独だし、精神的にとか、もしくは経験的に技術的に非常に強いタフなものじゃないと一人では立てないんですよ。やっぱコミュニティにいる方が絶対楽です、でもやっぱりもしアートとか芸術とかに惹かれた人たちはインディペンデントな立場に立ってやっていってほしいし、そういう人たちがやっぱり最初はやっぱ駆け出しじゃないですか、全員瓦物っていうのは。でもその人たちがやっぱりその変わら者として、まあ、アーティストとして一人前になるために支えるものとしてこういう伝書バトとかね、NPO の存在、NPO も行政からインディペンデント、独立した立場であるじゃないですか。そういうふうなところで、まあ、育ててもらうっていうのは僕は非常に日本的な文化の中では有効やし希望が持てるんじゃないかなっていうふうにちょっとまとめ、うん、僕のまとめです、うん、はい。だからまあ今回そのアート NPO はこれからっていうところなので、はい、なんとなくそのいろんなことを言いましたけど、まあ、役割として見たらすごく増えてきてると思うし、結構ねやっぱアーティストと喋ってても、はい、まあアート NPO と存在知らない人結構多いんですよ言ってもね。なんかそれはすごくもったいないなと思っていて、はい、割とそのアート NPO の代表とかされてる方は、まあ、僕は違うんですけど結構もともとアーティストだったとか、うん、いわゆるまあアートマジの研究者だったりとかいうのがあるので、うん、割とやっぱり理解してもらえることが多いので、うん、個人的に今の辻さんのお話がこう、辻さんがね関わられているいろいろな若手アーティストであったりとか、はい、教えてはる方とかに向けてだとしたらなんか非常にそこら辺は関わって、知っていった方がすごく学べることはあるのかなと思いましたね。うんうん、杉村さんまとめにいきましょう。ずっといいですよね。まだいいですよね。じゃあまとめっていうか別にまとめるんですけど、感想ですけれども、まあ今まで1時間半話を聞いてまして、まあやっぱりというか、まあアーティストであればというか、まあ真実を見つめてほしいなというふうにすごく思います。で、まあさっきもカウンターカルチャーであるとか、批判性であるとかっていうこともまあ言いましたけれども、どうにかそういう考え方っていうか、まあ、今までならまあつまはじきにされて、まあ、瓦物ってさっきおっしゃってましたけれども、まあ、つまはじきにされてたような部分っていうのはアーティストは、まあ、日本の中では特にというか、まあ、明治以降というかっていうのを担わされてきたようなところがありますけれども、僕はすごくこの 3.11 以後のその震災以後っていうのはそういう意味で真実を見つめるという意味で言えばすごく公共性が求められてきてるのかなというふうにすごく感じてるところもありますし、まあ、そういう意味でのその表現のあり方っていうのが、まあ、本当にもうわからないそれはまあ日本の中で、まあ、獲得できるのかなという、まあ、そういう意味で本当にこう真実を見つめて、作品を作っていってもらいたいなというふうにすごく思います。はい、なかなかいいまとめでこれどうしましょう。いいですか。今紹介しますか。アート監修的な話するの？僕もういいですよね。はい。いいです。はい、僕ははい。じゃあまあ以上こんないい感じでアート NPO のこれからまあ序盤はねアサヒアートフェスティバルの話を切り口に結構具体的な話から後半はどんどんそのアート NPO のこれからとかまあ文化的な問題についてもかなり濃い本質的な話ができた回だと思いますので見ていただいた方ありがとうございます。はい。田中さんなんか最後一言とかないですね。めちゃぶりですね。いきますか。いやいや。告知みたいなとか。これから。これですか。告知そんなわけでこれは自分のことだから言っていいと思うんですけど、ちょっと宣伝なんですけどそのわけでアサヒアートフェスティバルうちお世話になりますので、また東京のこのビルで4月にお会いする方よろしくお願いいたします。また電子パート自体は今年の1月にありまして来年の1月に向けてまた実行委員を組んでますのでもし興味ある方は一緒にやりましょうという告知をしています。電子バトの方ですね。そう電子バトの継続されしてますね。はいそのなんだろう個人というか NPO としての動きになりますけど一応もう動き出してますので素晴らしい。またよろしくお願いします。電子バトですね募集してるとスタッフを応援ぜひ皆さんまた参加してください。そしたら1時間42分結構早い回ですね。まあでもこれぐらいがいいですよね。あんまり長いと聞くのね90分ぐらいがちょうどやる長くてもそれぐらいだと思うのでありがとうございました。見ていただいた方そうだ次回の告知だ待ってくださいよ次回、アート系トーク番組の放送なんですけど3月18日に、2時過ぎからタイトル「肉体文学から肉体政治まで」がメインタイトルで、まあ、伏線として主体戦論争終戦直後からっていうことを話したいと思います。これスペシャルゲストを招いてまた話していきたいと思いますのでぜひ見てください。面白い回になると思います。難しいけどこんなんできんの思想が丸山正夫さんをまあベースに喋っていくんですけどね、まあ僕ら聞き役やからじゃないですかセットやセットいやでも楽しみですよね。はい、はあってなるわけで、じゃあまあこんな感じでやってきました。見てくれていただいた方ありがとうございます。アート系トーク番組「アートスターファン」